本大会はサバキチャレンジルールにとって判定いたします。プルコンタクト空手ルールの直接打撃に加えて、道着のつかみに投げ技、転倒技、小手押しなどを有効といたします。それではまず有効打撃の説明です。まず1つ目、
前のに、いや膝をつきましたが体勢が崩れてないためすぐに回転スタンスに戻られたねなどは、ポイントがありません。2つ目、内もも蹴りなので体勢が十分崩れてない。今の時点と同様に体勢が十分崩れてないと見られますので、ポイントがありません。最後に、投げの動作が一挙動で決まらないため投げの動作が決まりましたが、一挙動で決まってないため、ポイントが一挙動でありません。最後に注意、暗殺を経験のおすすめです。まず注意1、片手でポールアウトに届くため以上、ルール説明を終わります。